こんにちは。あたしゆな、私立白岡大女子高校の1年生。今まではなんてことのない普通の女子高校生だったんだけど、第21回ミス銀河お嬢様コンテストグランプリ、お役の構成からミスお嬢様に選ばれたのは地球代表の神楽坂ゆなさん。そうなのよ。友達のなっちゃんが私に内緒で応募したミス銀河お嬢様コンテストで私グランプリになっちゃったの。それからがもう大変。いきなりアイドルとしてデビューさせられちゃうし、テレビ出演やコンサート、雑誌の取材やアルバムの録音なんかで全然普通の女子高校生じゃなくなっちゃったのよ。その日も仕事でクタクタになってお部屋で寝てたの。そしたらね、ゆな、ゆな、うん、あれママ、はあ、やっと会えました、ゆな。何？いやー、お化け！私はエルナ、あなたの分身。私はあなたのことをずーっと待っていたんです。もう、びっくりしたわよ。で、エルナが言うには、ものすごく昔に、この銀河系で光と闇の大きな戦いがあったらしいの。でも、闇の力はすごく強くて、エルナは光のリーダーとして最後まで戦い続けたけど、ちょっとの差で負けちゃって、今まで封印されちゃってたんだって。ユナ、よく聞いてください。闇の力は今どんどん増大してきて、この銀河系を我が物にしようとしています。え？この前もお嬢様コンテストの予選通過をした女の子たちが、たくさん行方不明になってしまいましたよね。あれもそうです。でも、さらっちゃったりしてどうするつもりなんだろう。それは、こんな夜中に。ああ、どうしました？あの子、コンテストの時一緒に出た水野陽子ちゃんだ。なんであんな格好してるんだろう。あれはバトルスーツです。やっぱり闇はユナを倒すためにお嬢様をさらって戦士に仕立てているんです。なんでよ。それはユナが光の救世主だからです。戦いますよ、ユナ。え？何この服。これはユナをどんな危険からも守ってくれるスーツです。何をしている。戦わないのか。ちょっとあんた、うるさいわよ。もう夜中だし、周りはみんな寝てるんですからね。もう少し人の迷惑考えなさいよ。頑張れ頑張れ頑張れ。お前さえなければ私がグランプリになっていたのに。絶対許さない。ご近所こんなにしちゃって、ちゃんと片付けなさいよ。うるさい。大丈夫？陽子ちゃん。心配ないですよ。スーツのエネルギーが切れただけですから。それより、闇はまだまだやってきますよ。心してかからないと。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。車していい？あ、電車ですかこれは。間違えちゃった。じゃあ、発進オーライ！これならいいでしょ？まあ、いいんじゃないでしょうか。やっと宇宙に行ったわね、ユナ。でもなんだか頼りなかったけど。ま、いっか。本当に光の救世主にふさわしいお嬢様かどうか、しばらく見守るとしましょうか。ねえねえ、どこ行くの？交通図が出てるでしょ。ユナの指示に従いますよ。はあ、私が選ぶのね。言っとくけど迷っちゃって時間かかるからね。了解。この数字を打ち込めばいいのね。間違えないでくださいよ。大変なことになるんですから。うん、安心してよ。X2554 で、あ、なんだっけ。Y の6891です。そうそう、6891！ じゃあ、ワープしまーす！太陽より大きな恒星が星の寿命を終え、重力崩壊を起こし、大きさが無限小、質量が無限大に近づいたもの、それがいわゆるブラックホールである。一般相対性理論でその存在が予測され、今ではそのいくつかが確認されている。そしてこの GNC01089 と呼ばれるブラックホールが観測されたのはそう古いことではない。この付近のブラックホールといえばこの辺りのはずなんですけど。ねえねえ、あれじゃないの？ユナ、あなたもしかしてブラックホールが見えるんですか？え？どうして？ブラックホールって見えないの？ブラックホールの周囲には事象の地平と呼ばれる球面が存在していて、その内側の全ての光と粒子は特異点へと歪曲されてしまうんです。ポケー。あのですね、ブラックホールって見えないんですよ。はあ、やっぱり何にもないから不思議だなって思ってたの。分かってたんですけどね。ユナ、私はあなたをずっと待ってたわ。はじめまして。私は大地のジーナ。よろしくね。あなたも私の分身なの？そうよ。ねえねえ、ギギギーとかピコピコピーとか言ったりしないの？そんなこと言わないわよ。それよりユナ、密林の惑星に行きましょう。密林の惑星にはもう一人の分身が閉じ込められているわ。さあ、クルーザーに戻りましょう。うん。ユナ、あそこの沼を見てください。わーいわーい、店があるんだよ、きっと。あんなところに店があると思ってんの？あるかもしれないじゃない。ないと思うな。じゃあさ、あったらどうする？別に。あ、逃げた。やっぱりお店なんだ。ゆうな、感じないんですか？え？うん。ジーナと会った時みたいな気持ちだけど、それがどういうことかわかりませんか？急に質問するのはずるいよ。うー、眩しい。ゆうな、目を開けて。あなたが見てあげないと。眩しいのに。あれー、はじめまして。もしかするとしばらくぶり、あなたが光の救世主のユナね。私はマリナ。よろしくね。あ、丁寧なご挨拶、どうもありがとう。私、やっぱりなんて言ったらいいのか。ピンクですね。マリナ、気にしないで。この子はこういう子なのよ。やだ、照れちゃう。なんとなくわかったような気がするわ。マリナ、あなたにユナを助けてほしいの。できることなら何でも。深い海の底、海底神殿に昔の光の救世主がいるの。きっと彼女なら私たちに力を貸してくれるはずです。分かったわ。私なら多分大丈夫ね。よくわかんないけどすごいんだね。すごいって言っても、私の領域の水はつまりユナの領域でもあるのよ。ああ、ダメダメ。ユナはそういう言い方わかんないわ。ちんぷんかんぷん。まったく、いつもこうなんだから。でもまあいいや。じゃあ水の惑星に行こっか。そうですね。とにかく空港へ戻りますよ。はーい。ユナ、感じませんか？何が？この空間に立ち込める気配を。よくわかんない。体はさっきみたいに重くないし。あ、気づいてくれましたか？なんか、わかる。あのね、あったかいの。それで、懐かしい感じがしてね。マリナやジーナと会った時もこんな感じだったんだ。ユーナ、ここにあなたの分身が眠っているんですよ。よかった、エリナ。あなたが最後ですよ。これで光が揃ったんです。あ、ほんと。悪い悪い。さあ、光の救世主、あなたのマスター、ユナですよ。あ、はじめまして。ユナでーす。ちょっと抜けてるところもあるけど、仲良くしてね。やだなぁ。私はあなたの一部なのよ。手とか足とかには挨拶しないでしょ。ユーナ、エリナがいれば海底神殿の扉が開けられるかもしれませんよ。エルナって、すっごく物覚えいいよね。ユナって変な子だわ。でもさ、お友達いっぱいできて、やっぱり嬉しいな。そうですね。ねえエルナ、何ですか？お腹でも空いたんですか？リューディア、本当大丈夫かな？安心してください。リューディアはもともと光の救世主だったんです。闇の束縛さえなければ彼女は一人で生きていけるんですから。よかった。なんかさ、心配しちゃったんだ。ユナ、ユナ、聞こえていますか？あれ、リューディアの声だ。空耳かな？ユナ、あなたの頭に直接話しかけているんです。リューディアもかつては光の救世主だったんだから、それくらいはできるんです。ああ、そういえばさ、元気になったんだよね。よかった。ありがとうユナ、心配してくれて。何言ってるのよ、水臭いわね。おばんくさー。ユナって本当に明るい子なのね。この子、明るいんじゃなくてバカなのよ。何よ。ユナ、話しておかなければならなかったことがあります。え、やっぱりさっきのことを怒ってるの？違うのユナ、今のままではあなたを闇の力に勝つことができないのよ。へえ、やっぱり。何を弱気なこと言ってるんですかユナ。闇の力はこの空間には存在していないんです。あなたは敵を見つけることさえできないでしょう。そんなの困る。だってさ、宇宙の平和を守るために学校とかお仕事休んだのに。ユナ、宇宙の片隅に暗黒の空間があるの。私はそこに到達できなかったけれども、そこに闇の支配する空間を光のもとに引きずり出す手がかりがありそうなの。でもそのためには解放の書を手に入れないと。そのなんとかの書ってどこにあるの？私が知っているのは雲の惑星にあるということだけです。じゃあそれを持って暗黒の空間に行けば悪者が出てくるの？それは私にもわからない。私にはできなかった。でもユナだったら、ユナならこの銀河系を、宇宙を闇から救うことができると思う。やだー、できると思うとか言われたってできなーい。何言ってんですか。できなかったら困るんですよ。できるわユナなら。あなたは私たちの希望、光の救世主なのですから。そんなこと言われても。ユナ、弱気にならないで。ああ、リュディア、待って。ユナ、お願い、宇宙を救って。そんなこと言われたってさ、リュディアができないのに私にできるのかなとか考えたら気持ちが重くなっちゃうもん。ユナはリュディアのミスを繰り返さない。それでいいじゃないですか。でもなあ、エリナ、暗黒星雲と雲の惑星の位置は表示できますか？ちょっと待ってよ、もう急に言うんだから。多分これのことだと思うけどな。私たちって光の方だから、こういう暗いのって分かりにくいんだよね。行きますよユナ。あんまり気が進まないけど。はーい。リアさん、お手並み拝見させていただきましたわ。実は私、少々がっかりしておりますの。リアさんがこんな程度のお方だったなんて。普段あれだけご立派にしていらっしゃるのに。失礼、少し笑わしてくださいませ。さゆか、なんであんたがここに来るのよ。お嬢様は出しゃばらないものよ。リアさん、あなたの暗黒パワーはとても弱くなってしまわれたものですね。そんなことでユナさんを倒そうなんてとてもとても。うるさいね。あんたにそんなこと言われたくないわ。ねえ、あの人誰？武器になられてもリアさんではご無理なようですわ。あのお方のお言葉でもありますし、僭越ではございますが、ユナさんはこの私が倒すことになりましたの。あのお方が本当にそう言ったの？ええ、でもその前にやることが増えてしまったようですわ。暗黒の心を失った下品な方をまず成敗しなければいけないようですね。では、リアさん、行きますわよ。あー、リアちゃん、大丈夫？ねえねえ、怪我しちゃったんじゃない？痛いところあったら教えて。ユナ、元気出して。もう悪者はいないからさ。迷惑かけたみたいだね。やだな、そんなこと気にしちゃって。でも私暗黒の。いいのいいの、だってリアちゃん私のこと助けてくれたりしたじゃない。私だってたまには助けてあげないと不公平だもんね。だけど私たち光と闇なのよ。戦う運命なのよ。お友達だもん。戦わなくてもいいと思うな。お友達。リア、もういい、戻っておいで。あれ、リアちゃんどうしたの？ユナ、わかりません。でも逃げないと。よかった、気づいたのね。心配したわ。手間のかかる子ね。あ、みんな。あれ？エルナーはいないわ。どこ行っちゃったの？エルナーはいなくなっちゃったのよ。そんな！みんな、嘘言わないでよ。あのさ、小惑星が爆発したじゃない？エルナー、私たちをかばってくれて、おかげで逃げ遅れちゃったの。じゃあエルナ、ねえ、私たちこれからどうしたらいいの？エルナがいないと私何もわかんないよ。エルナのためにも戦うべきかな。でもさ、エルナがいないと私たちってバラバラだよ。ユナだって本当の力が出せないんだからね。勝てないじゃない。勝つ勝たないじゃなくて戦うかどうかよね。こうなると。何よ、おつけづいたの？そうじゃないけど、エルナって私たちとユナをつなぐ鍵じゃない。そうなんだよね。まったくあの人責任感強いからこんなことになっちゃって。うん、行こうよみんなで。どこに？何言ってんのよ。暗黒門に決まってるじゃない。ユナ、思いつきで喋るのはやめた方がいいよ。一体どうするの？エルナーがいないのに私たちだけじゃ。だってここにいたって何も始まらないよ。みんなこのまま何もしないで諦めちゃうの？なんだかこの子ってすごいね。思いつきもここまで来ると説得力あるわよ。本当に私はもうどうでもいいや。ユナに賛成。そうだそうだ、困っちゃったらその後に考えればいいんだもん。そう、私たちはユナに従う。エルナーもそれを望んでるでしょ。ありがとうみんな。ユナ、でももしかすると最後の戦いですから気を抜かないでね。私たちって大変な女の子の分身だなーって考えちゃう。ユナ、行こう。私ついていくから。うん。ついに来たわね。あー、やっぱり嫌になってきちゃった。今さら何言ってんのよ。でもさ、あの扉開かなかったじゃない。どうするつもり？あ、それはないよ。ユナ、自分で考えなさいよ。私に考えさせるの？ずるーい。そうよマリナ、ユナに考えさせるなんてそんな恐ろしいことそうそう、プンプン、みんなひどーい。ユナ、聞こえてる？あ、ユリアだ。闇の力は解放されようとしているわ。暗く重たい波動が強く大きくなっているのを感じるの。今を逃したらもう手をつけられなくなるわ。へえ、どうしよう。だって闇の扉って開かないんだよ。ユナ、私も力を貸すわ。だから扉を開けて。へえ、どうやるの？今から私があなたに光の波動を送るわ。私とあなたの力を合わせれば必ず扉は開くはずよ。解放の呪文を唱えて。うん、今から私とリューディアで扉を開けるから、みんなも協力して。うん、準備はいいですか？もうやるっきゃないよ。門よ門よ、重たく冷たい暗闇の門。我が呼びかけが届くならその凍りついた口を開き、凍てつく蝶つがいにきしませよ。我が声は星の輝き、我がまなざしは波のさだめき。我が白く細き指に触れられ、汝の鍵はかすかに震える。扉よ扉よ、我が声を胸に響かせ、冷たい心を光のもとへ。扉よ扉よ、我が願いが届くなら我がためにその固く閉ざした心を開き。扉よ開本当に開くとは思わなかったな。じゃあみんな行くよ。オッケー。気をつけてユナ、あなたの成功を祈ってるわ。ありがとう。ゲートを通過するよ。ユナ、もう私の声は聞こえないでしょうね。宇宙はあなたにかかっているの。頑張って、私の分まで。何の音？どうしちゃったの？ユナ、外のすごい力でクルーザー全体が歪んでる。だけどケーキには反応がないよ。あと少しでクルーザーは分解するって。どうしよう。ねえねえ、どうしよう。そんなの自分で考えなさいよ。そんなこと言わないで。ゆうな、ケーキに反応しないのって絶対に変だよ。私に言わないで。ゆうな、最悪の事態を考えておいてね。最悪の事態って？いや、あんた怖いからそんなこと言わないでよ。あ、クルーザーが分解する。えっ、じゃあここで死になさい。危ない。お前どうして。あ、リアちゃん。リア、何をしようというの。ユナ、ごめん、私間違えてたよ。だってさ、やっぱりお嬢様ってみんなに好かれるような子のことを言うんだよね。みんなに親切でさ、優しいのがお嬢様だよね。一番とかを争うなんてお嬢様じゃないって私も気づいたんだ。わい。じゃあリアちゃん、私とお友達だよ。ユナー。はっ、エルナー。ユナ、よかった。エルナがいなくなっちゃって心配したんだよ。ごめんなさい、ユナを一人っきりにしてしまって。いいの、だってエルナが無事だったんですもん。でも大丈夫だったの？爆発の中からリアが助けてくれたんですよ。ふーん、ミアちゃん、ありがとう。光の救世主が全ての力を手に入れたんだ。もうあんたに勝ち目はないよ。でもね、私の心に闇を吹き込んだのは許せない。私の借りも返させてもらうからね。あ、リアちゃん。おのれリア、悪魔でも逆らうというのなら始末してやる。リアちゃん。ユナ、こいつはあんたでなきゃ勝てないんだ。だって私は闇だから勝てるわけがないんだよね。なら喧嘩しなきゃいいのに。でもさ、私を悪い子にしたのがこいつだったから、悔しくて。あのね、リアちゃんのブレスレット、私が持ってるんだけど、あれって、もしかして、リアちゃんが握らせてくれたの？だって、ユナまで、私みたいな悪い子にさせられるのって、嫌だったんだ。ユナ、勝ってお願いだから。本当のお嬢様はいい子なんだって見せつけてよ。お願い。ユナ、リアは消え去った。さあ、私のもとにいらっしゃい。そうすればあなたは光と闇の両方で一番のお嬢様になれるわ。はい、そうしまーす。なんて言うと思う？何さ、あんたなんか大嫌い。戦うというのね、ユナ。あれ、どうしちゃったの？ユナー。ユナこそ大丈夫なの？うん、私は元気。やったね、闇の女王をやっつけたね。どうでしょう、闇が次に何をしようとしてるのか。闇の本当の姿です。ユナ、合体しましょう。やろう。いざ光よ、我が元に。本当に帰っちゃうの？はい。闇の侵略は一段落しました。けれども、闇を滅ぼすことはできません。次の時が来るまで、私たちは待っていなければならないのです。一緒にはいられないの？そうすると、ユナの周りの人たちまで狙われてしまうでしょ？だけど、安心して。ユナに何かあったらすぐに飛んできますからでもきっとまた会えるよね。ユナ、楽しかったよ。あんたってほんと最高。きっとまた会えると思うよ。頑張ってね。私たちのこと忘れないでね。じゃあユナ、お元気で。さようならユナ。何膨れてるの？暗いわね。いいの。ほっといて。ほっぺた膨らませちゃって。だから、ぷくぷくゆなり、なんて言われんのよ。大きなお世話。はっ！あたしもデビューしちゃったの。ほんとに？絶対？言うな。今度はアイドルで勝負ね。うん。